部隊入場。敵の侵攻を水際において阻止するための各種障害構成を主たる任務とする部隊です。このほか各種災害派遣も任務としております。指揮官は施設小隊長中口浩介見取り組です。続いて第398海警隊和歌山派遣隊です。和歌山駐屯地における各種契約調達業務を担当しております。指揮官は隊長山崎大輔三等陸尉です。続いて第318基地通信中隊和歌山派遣隊です。和歌山駐屯地における基地通信業務のほか他駐屯地との情報連絡の伝達を行っています。指揮官は隊長大隅智義準陸尉です。第104施設直接支援大隊第二直接支援中隊和歌山派遣隊です。和歌山駐屯地に所在する部隊が保有する車両や機材の修理点検整備を担任しております。の皆様はご起立の上整体をお願いいたします。
けれ。安心の主力を担ってまいりました。万
半島は、まさに地域の皆様の深いご理解と協力の賜物であり、この場を借りして改めて感謝申し上げます。近年、我が国の取り巻く安全保障環境は厳しさを増しております。中国軍の活動の活発化、自衛に関連する朝鮮半島情勢、先週から今週にかけてありましたフランスやインドネシアでのテロ、火山噴火、地震など頻発しております。特に南海トラの巨大地震は一度でもおかしくないと言われております。我々はいかに環境が変わろうとも日本一小さい駐屯地ですが、その駐屯地にも負けない駐屯地の皆様との輪をより一層強くし、ことに臨んでは危険を変えつつ、身をもって責務の完遂に努め、国民の皆様の負託に応えることができるよう、地域と共に前へを合言葉に、引き続き各種任務に取り組んでいく所存であります。最後に地域の皆様、ここにご臨席を賜りましたご来賓の皆様、今後とも難民家族を含まれて和歌山駐屯地に対するご理解ご協力を引き続き賜りますよう心からお願い申し上げます。ご来場いただきました皆様の保健所のご多幸を記念し祝福といたします。平成30年5月20日陸上自衛隊和歌山駐屯地で創立は和歌山です。関越艦講談。災害派遣更新準備。災害派遣更新だよ。